台湾侵攻は日本有事であるというね、えー、まさにこれ、えーと、先ほどの話の延長線ですけれどもはい、個別的地域で中国に対抗ということですよね、はい読みます、えー、日米両首脳が4月16日にワシントンで発表した共同声明で台湾が52年ぶりに明記されたことを受け、台湾有事の抑止。 対処をめぐる日本の役割が焦点となる。平成27年に設立、翌28年に施行、成立、翌28年に施行された安全保障関連法により日本の役割が拡大された一方、日本や台湾の当局者が最も警戒するのは有事でも平時でもないグレーゾーン自体で中国政府が台湾統一を図るシナリオということですね。えー、まあ、こ,ここも、あとこの内側の記事でもあるんですけども、中国がわざとグレーゾーンのまま、 あ推移して日本側に防衛出動をさせないという、まあ、こういうですね、えー、中国のやり方があり得るということを書いてありますでどういうことかというとこれはクリミアで、えー、ロシアがやったようなことですね、はい、クリミアあくまでもロシア軍関係ないって話になってます、ね <laughs> えー、謎の自警団が登場してなんか いろいろとやったらしいですけどもどう見たってロシア軍でしょうっていやいやいや。 自警団ですみたいな <laughs> バッチとか外してね黒ずくめで自警団がどうやって戦車とか調達するんだったロシア製の戦車こんなもん自警団が勝手に持ってるわけないんですけどもいやあの、ねえー、大統領はねプーチン大統領はさあみたいなうち、知らないですいや,いや絶対あんたんとこしちゃった話だけいや知りませんとか言いながらもうバンバンね、えー、ロシアの国旗外してですね自警団ですけど何かとか言いながらやっちゃってるわけです。 だからあの、えー、例えばね中国の軍がもうなんか秘密裏にね深夜、落下山とかあ入ってきていや僕たち自警団ですみたいなお前ら自中国軍だろうンンと私たち台湾人みたいな感じで自警団ですとか言ってそしたらもうどうしようもないわけですよね。 あくまでもこれ中国軍じゃないと台湾の国民党審判中国審判がねもうね、ね、えー、もう感情爆発させて自警団を組織しましたとか言ってね <laughs> やるとこれ非常にややこしいじゃんそこに武器、弾薬を与えて、ね、内乱状態にさせてとかね実際にそれを、ね、作り話も何でもなくて本当にクリミアの時にそれやったんだから。 そして徹底的に世論,調世論をでさんざんかき回しておいてやはり選挙をやってほら、独立とかあの選挙だって全部嘘な可能性ありますからね、えー、そういうふうにしてですね、あのー、だって台湾の民は、えー、中国との一体化を望んでるみたいな、ね、む嘘の、ねあのー、選挙結果を作っていや、もしか台湾全体じゃなくて一部でもいいんですよ。えー、一部の地域だけ、ね、自警団が 国境みたいな作っちゃって封鎖してで僕たちは自立しますとかなんとか言って反対してやつ片っ端から殺してってはい、投票してはい、中国と一体となりますみたいなそうすると堂々と中国軍がそこに来られるわけですよね。というようにですねあのいきなり攻めてきて戦争を追っ始めるんじゃなくてあくまでも戦争してませんよっていや中国軍ここで活動してるだろうさあ、誰ですかねとか言いながらね。そんなこと平気ででできる連中ですから 現にプーチンはやりましたからね、近平が一番尊敬しているのはプーチンですからね、えー、この手法は当然、検討していると思うんですよで、そんな無茶なと思うことは実際にやるんですから、そうなったときに自衛隊って何ができるんですかって話ですよ、それはね、攻められたらそれは応戦しますよ。 えー、そうじゃない限りねでいくら集団的自衛権とかなんとか言っても存立危機自体とか重要影響自体とかですね存、えー、立危機自体だってハードルが高いんですよもう日本がですね根底から吹っ飛ぶっていうレベルですからねそこまでいかないと集団的自衛権の行使もできないという非常にですね憲法上高い法,法律上高いハードルが課せられているこれが集団的自衛権なわけですよね。えー、だから自衛隊はですね、えー、本当に素晴らしいあの装備を持ち ね、最高に訓練された自衛官がいるんですけどもそれでもですね体中縛られてはい、戦えって言われてもいくら優秀な、ね、兵器持って、えー、訓練をです、ねえー、して研ぎ澄ませていたとしても縛られた状態で戦えじゃうこれはですねあの意味をなさないわけですからね。はいえー、というわけでこのグ、ね、レーゾーンでどう対処できるかっていうのがもう今後の課題です。はい やられたらやりますけど、えー、あえて日本を避ける日本を直接攻撃しないってなった時に結局何も動けませんとなるわけですからまあね普通の日本人よりも、えー、中国の、あのー、<laughs> 指導部は相当日本の憲法、えー、それからあの法律研究してますよそ実際に自衛隊がどう対処するかもいろいろなちゃちゃを言いながら見てますからねええー 彼ら本当に日本の弱みをですね熟知した上で、えで日本からしたらいやそれをやられたら動けねえわというところをついてくるはずなんですねえでそれを解消するのが憲法改正ですえ自衛隊というのは軍であるとえできうるべてのことをやってね日本を守るんだというそういう存在にすればですねえ の、まあ、交戦規定のあり方も全部はもうゼロから書き直しですし、ねえー、晴れてあやばい日本ってちゃんとした国になっちゃったなやべえ簡単に簡単に侵略できないなっていうふうになりますでそれはそれで必ず中国に対してはあのー、抑止力になりますからねはい日本本当に今ちゃんとしないと自分たちの国を守ることもできないねそこにね つ、えー、け込んできますからねはいということです